夜勤が終わって足トレ終わってもう家の近くのコンビニまで帰ってきました。いやーちょっと今日は60キロとか100キロレベルの重量しか担げなかったですね。もう腰がねやっぱダメっすね。まあでもねその中でもしっかり丁寧に足に巻き貸したつもりなんで足はねパンパンに張りましたね。まあまああとはねもうねコンディションとかもうステージ上がってみないとやっぱわかんないっすね。わかんないんでまあ自分自身はね そんなことよりもねやっぱりねライバルたちとやっぱ同じステージでやっぱりねこうバチバチに戦うことをねすごい楽しみにしてるよ。うん、やっぱさね本当に若い選手がどんどん来る中でさ、まあ俺も40代でさどこまでやれるか、まあまあまあ僕よりも年上の人もいるしさ、まあまあいろんな意味でいろんなね、年齢の選手がさ一堂にさ戦えるってさ最高じゃない。まあやっぱそこをねやっぱ楽しみにしてる。うん、あと一つ思ったのが、まあ、去年ね日本クラス別もそうなんだけど日本クラシックフィジークも大会のステージをがステージから降りてステージ裏でさなんかスポニチさんがさ写真撮ってくれてたんだよね。うん、あの写真すごい写真でさもうみんな決勝進出者がこう並んでさ6人並んでさあとまあ個人個人でも撮ってくれたんだけどパシャって撮ってくれたやつすっごい写真でもうあれはねもう一生ものの思い出というか、いやー今回もスポニチさん来てくんないかなーってすんごい思ってんだけどね。まあまあね本当にあの写真サービス最高に良かったんだよね去年。まあねまあもちろん有料だけどまあ自分はねなんかね写真こうもらうよりもやっぱり有料でまあね変えた方がまあ気使わなくて済むんですよね選手としては。あもちろんね無料でこうもらえるのもすごく嬉しいんだけどまあ自分としてはねまあできれば有料でね売ってくれた方のがまあ気を使わなくて済むんですよね選手と選手。まあこれは俺個人の考えですけどね。まあまあまあそっちまあね本当にはまあ、そんな感じでねまあまあとりあえずスポニチさんの去年の写真すっげえよかった。マジで最高にねもう飾れるぐらいねもう宝物あれはもうね、よかったね。とりあえずまあライバルとして戦うことを俺楽しみしてるよ。そんな感じで。